姫街道とは、江戸時代以前の徒歩時代における主要街道の別ルートの一部に対する呼び名。本街道に峠道、川越などの難所、厳しい関所などの面倒があった場合に、それらを避けるための別ルートが選ばれる場合があった。また、本街道と比べると、人通りが少なく、犯罪に巻き込まれる可能性が少ない、警備が楽、といった事情もあった模様である。 女性旅行者がこれらの理由から選ぶ道というイメージがあったことから、それらの別ルートが、姫街道、女街道と呼ばれることがあった。規模は様々であり、特定の難所だけを大回りして迂回する小規模なものから大きく別ルートを取るケース、さらには中山道全体を呼んだような大規模なものまであった。自社の山道で勾配がきつい坂を男坂、 大回りするが勾配が緩やかな坂を女坂と呼んだ事例も多く見られるが、それと同様の発想による命名であるとも言える。数カ所の険しい峠道はあったものの、東海道のような長期にわたる川止めがないことがメリットであった。また、嫁入りに際しては縁起の良い地名が多いことも影響した。また、中仙道は姫海道とも呼ばれており、 京都の宮中から将軍家に嫁ぐ際、通行していた。京都から江戸の徳川家に、和宮が嫁継ぐ際、その嫁入り行列に中仙道を使っており、徳川家佐賀の二番目の接室、年明姫は六十三番目の鳥居元塾にて、休憩をしている。東海道見つ塾と五湯塾を結ぶ東海道の脇街道。浜名湖の北側、本坂峠を越える道で、 本、坂道、本坂通り、本坂街道とも言う。東海道新居席所の厳しい取り締まりを嫌った、女性が多く利用したためこの名があるという。中仙道の脇王館、別名、下仁田通、上州美名街道などとも呼ばれた。中仙道本城塾から分岐し、上州藤岡塾、吉井塾、福島塾、富岡塾、一宮塾、 宮崎塾から小坂坂峠を経て、下仁田塾、元塾塾、服部屋塾から和仁坂峠を越え新州狩宿で中仙道へと戻る。中仙道古道の一つであるが、別ルートが中仙道本堂として指定されたことから、脇王館となった。下仁田塾から戸沢塾を経て、新州へ繋がる脇道もあった。名古屋、平張館を結ぶ平張街道と、 名古屋と岡崎間を結ぶ岡崎街道は、姫街道と呼ばれていた。東海道鞘回りとも呼ばれ、松並木の続いた道であった。船に弱い人や、女の人などに多く利用されたからか姫街道とも呼ばれた。北国街道、または中山道の脇道である、追い分け街道。日陰街道を、わみ峠で越えて、はっとり屋に至る、追い分け街道がある。 追いわけ街道は、傾斜が緩く人畜の通行に都合が良かったことから、特に女子の通行に利用され、女街道あるいは、姫街道と呼称されていたという。本坂2、下仁田2に並び、姫街道と呼ばれていた街道の一つと言われていた。新越の北国街道や、北国西街道の脇王館にあたる。新潟県糸井川から、長野県安曇野を経て、 中仙道塩尻塾に至る道筋で約1 2 0キロメートルの道で最も長い潮の道とも言われている。特に戦国時代の上杉氏による敵に塩を送るの故事となる潮の輸送路として重要視された文献ウェブサイト。ありがとうございます。